残念だったな、ミスター海王。復活しちまったぜ。ねえ、いつも一緒にいるなって困らせてた。毎日のように私に付き合ってくれて、私はそんな飽きるだなんて。わからないんだ。わからないって？気づいたらもう好きになっていた。嫌いになってしまうということがわからない。止めてたら苦しくて。帰ろっか。バギ、色を知る年か。冗談もろくらって即反撃かよ。だからこそ私には決して勝てぬ。面白いこと言うじっちゃんだな。隙を見せてるつもりかよ。やることなすこと。おっと、マナ息子と私を比べようと言いたいのかな。果たしてどちらが合格かな。所詮君らでは私を超えられん。仮にも海王と呼ばれる憲法家が。ああ。芸のねえ野郎だ。何やってんだよ、親父。親父、しっかりしろ、親父。ミスターオロチは戦っているのさ。自分の思い通りになる仮初めの私とね。おそらくは催眠術。そう願う逃走者の心理の弱みをつき、術を施す。こうあってほしい試合展開をイメージしてしまう。オロチ氏は今ドリアン氏の術の中で。武神と謳われた男もこうなると可愛いものだ。行きなさい、終わりの来ない夢の世界へ。解けていない。いるのだ、知り尽くしているのだ。戦いとは思い通りにならないもの。決めちまうぜ、こりゃ。あれで催眠術にかかったままだというのか。解きましょう、術を。別に変わった様子もね。すごいことです。もっとわかりやすく言うなら、オロチ氏にとって日本にファイティングゴッドがいると聞いた。君なら、あるいはこうすればよかったとか。曇りもなく真の強いな、ドッポオロチ。感動的なほど。あの人の聖剣中断好きは特別性だ。おめえさんにはできねえ芸当だ。到底できねえ芸当だ。壊しにかかった。ああなると手がつけられねえ。差し出す者にしか本物はくれねえよ。やっと手に入れた珠玉の聖剣好き。マジかよ。どういうつもりだ君ら。なんで医者かい。従業員に君の門下生がいたので強引にここへ連れてこさせた。納得のよく説明をいただかねば警察へ連絡させてもらうつもりだ。加藤がとどめを刺すのさ。
戦えるとか戦えないとかそういう次元の問題ではない。意識のないクラン家が通るぜ。私の負けだ。タンパク質とカルシウムでしか人体を語れねえ医者には。なんだこれは。ミスタードリアンの右上腕なんですが。いや違うな。拡大してみます。とすると起爆装置が下、これで爆発するわけか。いやその今夜は飛躍したものを見すぎてな。お察しします。まるで最後の武器として取っておいたような。これが君たちの弱点だ。私のように命乞いを演じて切り抜けようか。君はとどめを刺されているのだよミスター・カトゥーン。カカ驚きやがるぜ。この左手見たら帰ったぞ。夏ゴリア。たとえ小さくても決して話はしない。誰かが私をどこかで今も待ってる。マビーマビー。ずっと一緒にいたいねって。マキ君先に行って。こんな時間になっちゃったね。本当に言いたかったの？それじゃない。いつも通り10分後に。よかった、君が現れてくれて。己の意を貫き通す力、私にとっての強さとはそういうものです。敗北を熱望しながら現時点まで無敗のあなたは、勝利を飽食し尽くしていると思っていた私が、これ以上の喜劇があるかね。君に勝ちたいな。それは叶いません。たった今生まれたばかりのささやかな夢。カイオ、私こそが敗北者だったのだ。いや、こんなたくさんのパトカーが監視してるけど。この人、アメリカで脱獄した死刑囚って。その必要はありません。え？カンディ。ああ、ほらパパがね、立つしかくれないの。カンディ、その実一度の勝利もなかったと返した今。ドリアン君、俺がキャンディーを山ほど買ってやる。好きなだけ買ってやるさ。おかえり。食べた。そう、ほら10分行っちゃおうか。バキ君の部屋。俺も行こうと思ってたんだ、君の部屋。バキ君、君のお母さんは無事だ。それは約束しよう。君とお母さんを殺します。わかるの、ね？